伊藤正夫12月4日から2018年12月18日は日本の医学者。君党は文化勲章。学位は医学博士。東京大学名誉教授、日本学士院会員、文化功労者。熊本大学医学部助手、東京大学医学部教授、東京大学医学部学部長、日本学術会議会長、理科学研究所の科学総合研究センター所長。 財団法人国際科学技術財団会長などを歴任した愛知県名古屋市出身の生理学者である神経科学を専攻し小脳研究の世界的権威として知られる小脳を構成するプルキンエ細胞には抑制的な働きがあることを解明するとともに長期抑圧の過疎性シナプス機構の存在を見出した熊本大学 東京大学で教鞭を取った後、理科学研究所に転じた。1959年から1962年にかけてオーストラリア国立大学のジョン・エックルスの研究室で研究を行い、小脳がパーセプトロンであるというデビッド・マーとジェームズ・アルブスの仮説を強力に支持したほか、小脳におけるプルキンエ細胞の阻害的役割を解明し、 シナプスの長期抑圧を発見した。その後は、小脳の研究に没頭し、酸化窒素や、G、ジーキナーゼなどをつなぐ経路の働きを解明すると、共に、CRF ホルモンの働きを解明した。さらに、長期抑圧を起こす経路として、PKC を介するものだけでなく、アラキドン酸や COX-2 などを経由するものが存在することを発見した。また、 小脳の機能を単位とする回路モデルを提唱しており、それに基づいて前提動眼反射の適用の仕組みを明らかにした。ABCDEF 物個会員個人情報、会員個人情報日本学士日本学士員、博士論文書士データベース武蔵の氏名誉市民。ありがとうございます。